注目いただきましょう。北関東男子 110m ハードルの決勝レースを迎えました。出場選手を内側から順に紹介いたします。第1レーンは平本蓮君、那須拓夫、栃木。第2レーン鈴木雅治君、浅草、埼玉。第3レーン鈴木雄生君、水戸商業、茨城。第4レーン今上亮君、中央、中東、群馬。第5レーン関口大輝君、桐生、群馬。第6レーン今井隆生君、熊谷、埼玉。第7レーン菅谷拓実君、佐倉、青州、栃木。第8レーン田中幸太郎君は宇都宮工業、栃木。以上のメンバーによりまして北関東男子 110m ハードルの決勝レースです。こんにちは。しましたでしょうか。大会記録は14秒26、今日は風に乗っておりますので好記録が出るのではないかと思われますが、さあ グリーンのカードが提示されております。スタート前に静止しなかったということによりスタートのやり直しでありますが、皆さんテンションもう一回上げましょう。大きな拍手をどうぞ。さあ気持ちを立て直してリセットしていってほしいものであります。ですと3連の選手かなと、もしくは追い込んだ熊谷6連の選手か。さあ追い風 1.9、 優勝は第3レーン水戸商業の鈴木雄生君でした。14秒39ガッツポーズ。さあこの8名による大きな拍手を。14秒39公認記録です。そしてやはり6連の選手と競り合っておりまして、今井君、熊谷、埼玉が目に入っております。タイム的には自己記録更新でありましょうか。大会記録にあと1秒、 0.1 秒と迫る好記録でありました。三段跳びは1回目に入っておりまして、円盤投げの方は2投目ですね。さあ 40m を超えてきている選手が多くなってきているように思います。
らかに踏切板にちょっと乗らなかったかなという感じでありますが、北関東の方では本庄一第一埼玉の富田健人君が 14m87 1回目に跳躍しております。決勝の結果をお知らせいたします。プログラムは35ページ1着第3レーン39番鈴木君水戸商業茨城時間14秒39、2着第6レーン610番今井君熊谷埼玉時間14秒42、3着第4レーン501番馬上君中央中東群馬時間14秒50、4着第7レーン201番菅谷君桜青春栃木時間14秒57、5着第5レーン459番杉口君桐生群馬時間14秒58、6着第8レーン210番田中君宇都宮工業栃木時間14秒66、7着第1レーン317番平本君那須拓也栃木時間14秒71、8着第2レーン620番鈴木君朝霞埼玉時間14秒88、この時追い風 1.9 メートル。以上北関東男子 110m ハードル決勝の結果でした。